するのですか。もっと近づけてですね。Do you think that by yourself you can complete what God's Spirit started in you? Do you think that by yourself you can complete what God's Spirit started in you? 霊によって始めたのに肉によって仕上げようとするのですか。ちょっと皆さんね、どういう意味かちょっとわからないと思います。あとでですね、はい、愛さん、おはようございます。あとでゆっくりまたちょっと、さやさん、おはようございます。ゆっくり説明します。ルータ大丈夫ですか。今日はですね、ちょっと曇ってますね。ちょっとこういう感じ、少し青空が見えてます。こういう感じですね。はい、それでは出かけましょう。寒い？そんな寒くないですね。そんな寒くないです。若干風がありますね。今日もソルジャーさん、今日もイエス様に感謝して過ごします。アメン。パヨさん、おはようございます。ニコ生のコメントから逃げてませんか。ニコ生のコメントも読んでますよ。ニコ生のコメントも読んでます。はい、うさぎ姫さん、おはようございます。はい、クマロさん、おはようございます。雨は今のところ大丈夫ですね。今のところ大丈夫です。おはようございます。おはようございます。ハレリア、お元気ですか。元気ですよ。イエス様いつも一緒にいますよ。はい、もうついでにマリア様も一緒に。いや、マリア様はいいです。マリア様イエス様だけでいいですので、はい、このお店に祝福がありますように、祝福があります、繁栄がありますように。もう一生懸命頑張ってるから、はい、それを見ていただいて、そうですね、イエス様のためにやってみてくださいね。はい、はい、それじゃあまた、はい、シャローン、行ってきます。はい、ハレリア。ハレリア。まあ、あの方はですね、まだクリスチャンではないんですが、ハレリアと言ってくれるんですよね。不思議な方ですね。ちょっとここは お花がたくさんあるんで、ちょっとこれは何ていう花でしょうかね。これはペチュニアですね。これは何かな、これは何ていう花か分かりません。あ、綺麗な花が咲いてます。これはハイビスカスですね。ハイビスカス、ハイビスカスね。これは咲いてます。素晴らしい。まだまだあの花は楽しめますね。冬のエマルさん、おはようございます。冬になるとね、ほとんど花がなくなっちゃいますけど、まだまだ少し花が見られます。耳に当てて、これね、あの音を私聞かないので耳に当てないんです。なんか変な感じですよね。
ヘッドホンなのに耳に当てないっていうのは変かもしれませんが、でもマイクだけを使ってるのでね、マイクだけを使ってるんだっていいんです、これでね。カランコエ、あ、そうですか、カランコエっていう花だったそうです。よく知ってますね。ネットのですね、放送のいいところはリスナーにいろんなことを聞けるということですね。リスナーにいろんなことを聞けるというメリットがあります。まあみんなで、まあ、知識を共有するというか、よいしょ、みんなで知識を共有する、それもですね、そのネット配信のいいとこではないかなと思います。ネットで何かコミュニケーションを取る、テレビとかラジオというのはね、テレビとかラジオというのは一方通行ですね。あ、ちょっと切れちゃってる、すいません、なんか切れちゃってるかな、ちょっと待ってください。時々切れちゃう、ちょっと待ってくださいね。キャスも読んで、はい、ですね、あ、すいませんでした。テレビとかラジオっていうのは一方通行ですが、ネット配信っていうのは双方向と言いましてね、まあコメントですが、質問いいですよ、どうぞ。皆さんのそのコメントを通して、キューちゃんの僕はいつも一方通行まあ一応コメントを読むことによって双方向ですね。ですからテレビとラジオとちょっと違います。双方向ができます。ニコ生たまに画質悪くなってます。そうですか、やっぱりちょっとですね、あれですね、ルーターを酷使しているので、ちょっと、画像が悪くなるかもしれません。イエス様を信じている私が来ました、アメン。イエス様を信じている私が来ました、アメン。あ、白根さん質問している、ごめんなさい、もう一回ちょっと質問書いてくれますかね。ゆうさん、冬になったらシクラメンとかノースボールとかいろいろ咲きます。あ、そうですね、シクラメン、ノースボール咲きますね。質問、ザビエルと天草四郎は同じ頃、天草四郎の方が少し後だと思うんですが、何年後かちょっと分かりませんが、まあ何年か後だと思いますね。ザビエルがもちろん最初に来て、それから伝道するわけですから、天草四郎はその後だと思いますね。天草四郎はいろいろ謎がありますね。そうですね、ベル・バトフさん、おはようございます。結婚してるんですか？結婚しています、結婚しています。9人子供がいますね、9人子供がいます。進学校行ってますか？進学校というそのところは行っていません。いろんな別な方法で、聖書を学びました。牧師とかですね、伝道師で進学校行ってない人もいるんですよ。まあ少ないですけど、日本でも世界でもですね、進学校行ってなくて牧師をやってる人がいます。大事なのはですね、まあ要するに学歴ではなくてね、学歴ではなくて、まあその人がどういう能力があるか、どういう知識があるか、まあ牧師といってもですね、皆さん
社会派、福音派、カリスマ派の牧師があります。そしてまた教会もいろんな種類がありますから、その教会や教団によってその牧師の資格が違います。ですからもちろん福音派の牧師はカリスマ派の教会では通用しないし、社会派の牧師はカリスマ派では通用しません。カリスマ派の教会はカリスマ派の、牧師しか通用しません、ね、ですから、特にプロテスタントの場合にはそういう、まあ、その教派、教会によってその、まあ、資格というか、違うんですね。カマキリさん、今週土日は玉川大学のコスモス祭。あ、そうですか。今週の土日がコスモス祭。でも多分私は行かないと思います。ビンさん、おはようございます。はい。恋愛禁止というのは何でですか？恋愛禁止というのはですね、要するに皆さん体験がある人はわかると思うんですが、恋愛というのは偶像崇拝なんですね。異性を偶像視する、異性が理想化する、ね、その妄想とですね、あの思い込みで異性が理想化するんですね。偶像化する。で、それがバブルが弾けると失恋するわけですね。ですから、恋愛は、まあ、必ず失恋すると言ってもいいでしょう。そういうわけで、本当に相手のことを正しく理解し、結婚することを信仰結婚と言います。恋愛結婚はダメなんですね。恋愛結婚はダメです。信仰結婚が大事です。信仰結婚するためには、イエス様を信じて異性を決して、恋愛とか結婚を偶像化してはいけません。正しい信仰で、相手を見る、信仰で相手を見る、そういうことが本当の結婚なんですね。多くの人は本当の結婚を知りません。本当の結婚を知らないで、あたかも世の中がですね、なんか恋愛した方がいいよというような嘘があります。世の中にいろんな嘘がありますが、恋愛や恋愛結婚は大嘘なんですね。多くの人が、失敗してます、ね、離婚したり、夫婦喧嘩して、多くの人が結婚し、失敗している理由は世の中の恋愛結婚は、間違えたからですね。世の中の恋愛結婚が大間違いなので、多くの人は人生をダメにしてしまっています。多くの人は恋愛結婚によって人生をボロボロにしています。よく結婚は人生の墓場だと言いますが、結婚は人生の墓場だというのも、一理あるわけですね。一理あるわけです。ですから皆さん、自分の人生を大事にして、恋愛結婚ではなく信仰結婚を選びましょう。そうするならば素晴らしい結婚、素晴らしい人生を、送ることができます。だから急にも恵まれたんですね。そうですね、まあその子供は望むべきだという、私はね、プロライファーって言って、プロライフ、つまり中絶反対運動を、30年以上やってきました。35年以上かな。今でもこの放送、7月に、中絶反対マーチに参加して、中絶反対運動を続けてますが、まあ、それはですね、不妊婚はダメだよとか、それから中絶はダメだよとか、そういうですね、聖書的な考え方、聖書的な考え方で、結婚生活を考えます。そういうことで子供というのは神様が与えてくださる宝、子供は、結婚したら子供を望むべきだという考え方ですね。
はい、なぜ宗派で争い合うんですか。ですね、基本的にはプロテスタントはいろんな宗派がありますけど喧嘩してませんよ。特別ですね、憎み合ってるとか争ってるとかいうことはありません。考え方が、違うということはあります。でそれはですね、いろんな理由がありますけど、人間もですね、やっぱりいろいろ成長するときにいろんな理解があるじゃないですか。ですから、クリスチャンになっても成熟するには時間があるように、教会もですね、教会も成熟にはステップがあるということですね。未熟な教会もあれば非常に霊的な教会もあるし、個人にいろんなレベルがあるように、教会にもいろんなレベルがあるということですね。江森さん9人から来てるので9ですか。いえいえ違います。奥さんの歯はボロボロなんだな。いえいえ、それがものすごくいい歯でですね、もう私よりもいい歯しております。もう、歯がボロボロどころかもう本当に、治療は虫歯の治療はしていますけど、とてもいい歯をしておりまして、もうピカピカの歯をしております。9人子供を産んでも体は非常に丈夫なんですね。ジャンさんおはようございます。久しぶりです。はい、ジャンさん、キューちゃんの Q というのはアマチュア無線のコールサインから来ています。最後のアルファベットが Q なので、アマチュア無線仲間で Q ちゃんと言われています。妻はですね、私より5歳下ですね。5歳下です。それでは御言葉いきましょう。ごめんなさい、御言葉を言わなきゃいけないですね。御言葉ちょっと読みますので、ね、ちょっと待ってくださいね。ニコ生と同時放送、そうですね。ガラテヤ3章、ガラテヤ3章1節から読みましょうね。ああ物分かりの悪いガラテヤ人よ、十字架につけられたイエスキリストがあなた方の目の前に描き出されたのに、一体誰があなた方を惑わしたのか。私はただこの一つのことをあなた方に聞いてみたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからか、それとも聞いて信じたからか。あなた方はそんなに物分かりが悪いのか。御霊で始めたのに今になって肉で仕上げるというのか。あれほどの大きな経験をしたことは無駄であったのか。まさか無駄ではあるまい。あなた方は御霊を賜り、力ある技をあなた方の間でなされたのは律法を行ったからか、それとも聞いて信じたからかとあります。これはどういう背景かと言いますとね、初代教会、2000年前の初代教会でですね、最初はユダヤ人がクリスチャンになるわけです。でその後にね、異邦人がクリスチャンになるんです。でその時に、ラビアンさんから聞いてきました。ありがとうございます。タイトルの意味わからないでしょ。今説明しますね。ジャンさん、最近大相撲を見るんですが、日本の神的な行事を行うのを見るのですが、大相撲は見てもいけないのでしょうか。相撲を見てもいいですよ。ただあんまりね、のめり込まないで、ちょっと見るぐらいならいいと思いますが、あまり好きにならないでくださいね。今私たちは祈る時間の方が大事なんですね。テレビ見る時間、ゲームやる時間よりも祈る時間が必要ですから、その祈りに専念しましょう。祈りに専念しましょう。そして、異邦人が救われてくるとですね、今度はユダヤ人のクリスチャンがね、割礼を受けなさい、割礼を受けなさいって言うわけです。割礼っていうのは、ユダヤ人の印なんですが、男性の性器のですね、包皮を
切り取る、切り取ることを割礼と言いますが、ユダヤ人の赤ちゃんは、生まれて8日目かな、10日目かちょっと分かりません。赤ちゃんの、その公費を、切り取ります。そしてユダヤ人、違法人もね、違法人もクリスチャンになったら活動しなさいというふうにユダヤ人の、まあ、クリスチャンが言うわけです。ところがパウロはね、そうではない、ね、違法人が救われても、ユダヤ人のように活動しなくていいんだ、ユダヤ人のように活動しなくていいんだというのが、まあ、パウロの、その主張です。赤ちゃん泣いた、それは赤ちゃん泣くと思います。でもそんな痛くないそうですね、川ですからそんな痛くないそうです。そしてですね、あの結局何を言いたいかというと、その聖霊によってクリスチャンになったのに、聖霊によって、クリスチャンになったのに割礼を受けてね、割礼を受けて、受けなきゃいけないんですかというのが今日のタイトルです。つまり聖霊で始まりというのはね、聖霊で救われるということですね。枝豆さん、いつもキューちゃんにコメントしてますが拾ってくれません。どうしたらいいのでしょうか。信仰米を打ってください。信仰米を打てば、拾いやすいですから、ぜひ皆さん信仰米を打ってくださいね。足立さん、おはようございます。そして、肉で仕上げるというのがその割礼を受けるということですね。肉で仕上げるのが割礼を受けるということです。つまり、分かりやすく言うと、そのユダヤ人は律法主義だということですね。律法主義、自分で、ルールを守ったり自分で良い行いをすることによって、まあ、認められる、救われるということですが、それはですね、もちろんイエス様、神様の命令は守るべきですよ。神様の命令を守るべきですが、大事なのは、その形だけじゃないということですね。信仰が必要だ、心が必要だということです。愛さん、素晴らしい信仰です。話をありがとうございます。ですから、その肉で仕上げるというのはね、割礼をして割礼をするという律法主義、律法主義に戻るような、そういう感じです。分かりやすく言うとですね、聖霊様が、聖霊様が心の割礼というふうに書いてあります。つまり私たちは聖霊を受けることが、信仰の、まあ、なんて言うんでしょうかね、信仰のスタートであり、また信仰のステップだということです。せっかく聖霊を受けて、せっかく聖霊を受けてですね、その信仰が始まったのに、また律法主義を持ち出すことはないんだよという、肉の力で歩んではいけないんだよ。信仰というのはね、皆さん、肉の力で歩むことではなくて聖霊の力で歩むこと、聖霊の力で歩むことです。具体的に話して、具体的に話すとですね、クリスチャンは、違法人のクリスチャンは割礼を受けることはないんだということですね。違法人のクリスチャンは割礼を受けることがなくて、受ける必要がなくて、ただ聖霊によって歩みなさい、聖霊によって歩みなさいということですね。肉の力というのはですね、人間の力というか、人間の能力や人間の力で歩むことが肉の力。多くの人はですね、肉の力で生きています。人間の力、人間の力で生きています。でそれが、まあ、律法主義ということでしょうか。多くのこの世の人たちはですね、自分はこういうことができる、自分はこういうことをしてきた、自分は、頭がいいとか、自分は、ね、その、まあ、容姿がいいとか、それは肉を誇ってるということですね。世の中は肉を
誇ってるんです。世の中は肉を誇って自分を誇る、それが立法主義ですね。それが立法主義です。で、信仰というのはそうではない。信仰というのは自分を誇るのではなく、自分の行いを、正しい行いを誇るのではなく、信仰というのはイエス様を誇り、十字架を誇ること、ね、イエス様を誇り、十字架を誇ること、それが信仰です。それが信仰です。ですから、もう割礼を受ける必要はありません。もう自分を誇ってはいけないのです。自分を誇るのではなく、イエス様を誇り、イエス様を誇り、十字架を誇る、それが信仰です。つまり神様の力を誇る、神の力を誇る、そういうことです。そのためには聖霊様が必要なんです。聖霊様こそ神の働きであり、神の力が働くことです。おはようございます。ハレリア、アメン。イエス様の祝福ありますように。皆さん、聖霊を受けると神の力が働いて、人間の力ではなく神の力が働きます。そこに驚くべき御業が起きます。多くの人は、行き詰まって燃え尽きて、いつ日もさっちも行かないのは、それは神の力をまだ知らないからですね。神の力を知らずに自分の力で生きてるから、自分の力で生きてるので、太陽出ましたね。それで行き詰まるわけですね。家で放送した方がいい。住みやすそうだね、玉川県。そうですね。とてもいい町ですよ。とてもいい町です。もう、非常に、なんて言うでしょうかね。平安っていうか、この宗教の方向性、リバイバルと天国でしょうかね。リバイバルと天国。あなたはイエス様ですか？いいえ。私はイエス様の弟子ですね。イエス様の弟子です。私はイエス様ではありません。私はイエス様の弟子です。行く先は天国です。私たちの行き着く先は天国です。はい、それでは明石タイム行きましょう。引っ越し先は同じ玉川県ですね。ボンカレー食べに行ってもいいですか？ボンカレーではないですけど、食べに来ていいですよ。日曜日の10時半。はい、カレーとは限らないんですけど、無料です。お昼食べに来てください。無料ですよ。それではですね、明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、ああ、人間というのは肉の力で生きちゃいけないんだ。キューちゃん、愛する彼を自分のものにしたいんですけど、ダメです。自分のものにしてはいけません。ね。全てのものはね、イエス様のものです。イエス様のものです。自分のものにしてはいけません。イエス様を信じて、肉の力ではないんだ。神の力で生きなければならないんだということが分かりました。無料です。自分の力ではダメなんだ。神の力で生きることが大事だということが分かった。精霊によって、生きることが大事だということが分かった証。スタート。お金はいりませんね。お金はいりません。
はい、わかりました。諦めます。アメン。純潔を保ってくださいね。純潔を保ってください。バオンさん、キューちゃんは子供の頃誘拐されたことがあると近所の公園の噂で聞きましたが、本当の話ですか？本当の話ですね。どういう状況だったんですか？突然ですね、学校、小学校に行く途中に誘拐されました。でもですね、連れて行かれる時に、逃げることができましたね。逃げることができました。殺されないでよかったですね。神様が守ってくれました。愛さん、精霊によって生かされていることに感謝します。アメン。本当に誘拐されました。キューちゃんの放送に出会って神の存在に近づけました。ダラクさん、神様の存在に近づけました。朝子さん、はい、おはようございます。イエス様が救ってくれたんですね。その通りですね。イエス様が救ってくれました。キューちゃんの弟子になりますか？はい、なりますよ。ぜひイエス様の弟子になってください。ダラクさん、ありがとうございます。ダラクさん、ありがとうございます。はい、それではですね、青空出てきましたね。青空いいですね。青空綺麗ですね。青空ねえ、ではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージですね。私たちは真理を学んでいます。真理というのは、真実ですね。真実なことを学んでいます。あそこさん、イエス様のおかげで自殺願望がなくなりました。アーメン。よかったですね。自殺願望がなくなりました。よかったです。自殺の悪霊が出てったんですね。自殺の悪霊が出てって、聖霊様によって自殺の悪霊が出てって、そして自殺願望がなくなったんです。ダラクさん、ニコ生のツイキャスで見る方がキューちゃんと近づけて神にも近くなれる気がします。そうですか。アメン、アメン。フレッシュさん、フレッシュさん、イエス様のおかげで人を愛することができました。イエス様のおかげで人を愛することができました。素晴らしい、素晴らしいです。Good morning, good morning. How are you? Are you a Christian? Yeah. Do you attend the church? No? But not all the time. So, here is my church. Oh, really? At 10:30, but only this month. Mm-hmm. Next month, we move near the... Please come Sunday. Okay, no problem. I'll try.See you. バイバイ。今の方はですね、外人の方ですけど、クリスチャンですかって言って、で、教会行ってますかって聞いてですね、で、時々行くっていうので、ここ教会ですから来てくださいと、誘いましたね。日曜日、今月、まあ、今月、ここは今月だけなので、ちょっと、タイミング難しいんですが、今月ここ来月は変わっちゃいますとか言いましたけど、
今月来てくれるかもしれませんね。今月来てくれるかもしれません。はい、それじゃあファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ、皆さん、皆さんが真理を理解して、真理を理解してね、皆さんがその、人生ね、人生を素晴らしい人生にしてほしいのです。素晴らしい人生にしてほしいのです。本当に、皆さんが真理を理解して真理の道を歩み、そして、もう本当に驚くような人生を体験してほしいのです。皆さんの、人生は素晴らしいのです。皆さんの人生は素晴らしいのです。ぜひ皆さん、イエス様を信じて、イエス様を信じて神の力を体験してください。神の力で体験し、神の力で生きていく。ダラクさん、キューちゃん、最近ツイキャス同時配信してくれるので寝る前に信仰が深まります。ダラクさん、アメン。素晴らしい。神の力で生きていく、ね、神の力で生きていく。ぜひ皆さん、神の力を求めましょう。神の力を求めるのです。本当に必要なのは、本当に必要なのは肉の力ではありません。神の力です。全知全能の力、全知全能の力、神の力必要です。神様に上からきましょう。神様に求めましょう、ね、神様に求めるのです。神様が与えてくださいます。求めなさい、そうすれば与えられる。求めなさい、そうすれば与えられる。神の力を求めましょう。神の力を求めて、素晴らしい人生を。自分の肉の力は弱いです。肉の力はもう燃え尽きちゃいます。もう疲れ切っちゃいます。皆さん疲れ切ってませんか？疲れ切ってませんか？それは肉で生きてるからです。肉で生きるならば疲れます。精霊の力でよみがえります。ぜひ皆さん精霊の力を求めてください。イエス・キリストを信じれば精霊の力を与えられます。これはね、マリーゴールドだったかな、ちょっと忘れちゃいました。マリーゴールドじゃなくて何でしたっけね、ちょっと忘れちゃった。これはあの政治ではない、ハーブの一種ですね。ハーブの一種、政治だったかどうかちょっと忘れました。ローズマリーですね。多分ローズマリーだったかな。はい、今日の放送を聞いて、肉の力で生きるのやめよう。イエス様を信じて神の力で生きたい。燃え尽きたり、疲れるような人生ではなく、神の力を受けて、神の力を受けて、わしのように飛ぶような生き方、感動する人生、もう本当に喜びに満ちた人生を送りたい方、アメン。神の力で生き、喜びで満ちる人生を歩みたい方、アメンと言ってください。アメン、アメン。イエス様を信じて、イエス様を信じて人を幸せに導きたい、アメン。イエス様を信じて人を幸せに導きたい。皆さん一緒に歩みましょう。一緒に信仰で歩み、一緒に、リバイバルをのために祈り、一緒にイエス様を待ち望みましょう。主の主、王の王、主の主、王の王である方、イエス様を一緒に待ち望みましょう。天のお父様、感謝します。今日の放送を感謝します。私たちは以前は、肉で歩んで疲れ切ってました、疲れ切ってましたけど、
今聖霊を受けて、聖霊を受けて神の力で生きれるようになったことを感謝します。今私たちには力があり喜びがあります。どうぞアーメンと言った方々がイエス様を信じて救われますように、イエス様を信じて救われますように、神の力を受けてわしのように舞い上がりますように、わしのように舞い上がって素晴らしい人生を歩むことができますように、神の祝福を受けることができますように、神の愛を感じて、神の愛を感じて、感動しますように、イエス様彼らを救ってください。アーメンと言った方々を救って素晴らしい人生が始まりますように、イエス様どうぞどうぞ、聖霊に導かれて歩むことができますように、聖霊を注いでください。聖霊を注いでください。リスナーに聖霊を注いでください。彼らが変えられますように、変えられますように、変えられますように、罪を許してください。罪を清めてください。神と出会いますように、神と出会いますように、神と和解しますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また、今日夜8時、夜8時にお会いしましょう。良い一日を、シャローム。良い一日を、シャローム。アメン、アメン、アメン。